はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、6月から政府の経済対策の目玉としての、あの、4万円の定額減税っていうのがね、スタートするわけですが、まあ、あれがあまりにもしょぼい、そして事務手続きがあまりにもめんどくさいっていうところで、一回限りの減税するぐらいだったら、じゃあ、給付金でよくねカかで完全論破できてしまうわけですよ。しかしながら、増税メガネと言われてることがすごい嫌だったのか、どうしても給付金じゃなくて減税ということをしたかった。でも、ここまでさ、減税にこだわる理由っていうのも、まあ、今ね、ちょいちょいさ�がれてるのが、 とりあえずこれを強行的にやったとしても、減税したという事実だけは残ると。じゃあ財務省としては、国民が減税減税って言うから減税したけども、効果がなかったやんけという口実。このために、無駄な一回限りの定額減税をやろうとしてるんじゃないかっていう話も出てるんですよね。で、僕これ聞いた時に、あ、なるほどな、みたいな、すごい納得したんですけど、でも減税というよりさ、種類があるわけやん。 いや国民の望んでる減税と政府のやってる減税が違うわけで、国民が望んでるのは消費減税なわけですよ。ただ、この岸田政権はじめ自民党の連中は消費税の減税はしないっていう方向でね、話進んでるわけですが、X にこういうのがありましてですね、こちら、え木原さんですねえ、これね、日曜報道っていうテレビ番組に出たときに発言された内容らしいんですけど、消費減税は値札を付け替えなければならないなどの手間もかかるし、効果が出るまでタイムラグがあるので難しいと。まあそういうふうにね、テレビで言ったらしいんですよ。 で、やっぱりさ、ほとんどの国民が思ったと思うんですよ。マジでこいつみたいな。いまだにこんなこと言ってるやつおんのみたいな。で、ここ最近さ、僕のね、あの、結構前の動画でね、高市さんが同じようなことを言ってるっていう動画がね、また最近ね、ちょこちょこ再生されてるんですよね。で、その時の内容っていうのは、高市さんは NHK の日曜討論やったかな。 に出た時に、消費税は社会保障だけにしか使ってませんみたいな。法人税の穴埋めになんてやってないって言ってるんですよね。あともちろんこれと同じく、消費税を減税すると、値札を付け替えないとあかんから、時間かかるからダメみたいなは。はって思うわけですけど。だからその自民党の重鎮たちっていうのは、もう何が何でも消費税減税したくないと、値札を付け替えないとあかん手間があるんだったら、お前ら増税の時枠。本土無用やんけってことでさ、完全論破できてしまうんですけど、それをまあ木原さんにしろ。 高市さんにしろ、千田さんだって同じこと言ってるわけやから。だから、あ、マジでこいつらって国民の今の経済状況とか物価高とか全然わかってないなってすごい思うんですけど、その高市さんが大援助したっていうのもさ、確かあれ1年ぐらい前の記事だったと思うんですが、あの時でも相当叩かれてんのに、木原さん未だにこんなこと言ってるってわけで。まあそれがね、ちょっと記事になってたんですけど、こちら、定額減税継続の前のメリキシダ首相の最速金、消費税減税には後ろ向き減り靴コネコネというところで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 現時点で経済の道行きに変更が生じる事態は想定していない。6月から始まる定額減税を継続する可能性について、林官房長官は27日の会見でそう否定した。岸田首相の最側近とされる自民党木原幹事長代理が26日のフジテレビ番組で、物価の状況が改善せずデフレに戻る可能性があれば、来年だって考えなければいけないと発言したことを受けての引け止であると,ということで、さっきの日曜報道にね、 消費税のこと以外にも、この定額減税について、継続の可能性っていうのを示唆したみたいなんですが、まあ、それはしませんってことを、翌日林官房長官が、引消しに走ったと。確か鈴木財務大臣もね、もうすでに、定額減税は来年やらんっていうふうに言ってましたから。 やっぱり1回限りのさ、こんな激処簿減税、事務負担だけびっくりするぐらい上げてるってことを考えたら、いや、現金給付でよくねえかで終わりなんですよねで、えー。ただでさえ定額減税は事務負担が増える割に、所得増は1人当たり月3000円ポッチで悪評プンプン。恩恵せめがねの名ばかり減税を来年も繰り返されるのは国民も願い下げだ、日経新聞とテレ東の世論調査によれば、実に75%が定額減税に効果があると思わないと回答した。 まあというわけで、もうやる前からさ、効果がないっていうのは思ってるわけですよ。で、この効果がないっていうのは、別に減税自体の効果というよりも、それ以上に物価が上がってるやんってこと。で、光熱費だって上がってるやんってこと。特に電気代はそうですよね。再エネ付課金っていうのがさ、増える。で、さらに補助金をやめるってことで、定額減税はスタートするけども、6月から電気代びっくりするぐらい跳ね上がるんだったら、一回限りの減税なんて、恒久的に続く負担増増税と、あっというようにペイしてしまうやんけと。 しかももうこれ本当にざっくり計算やけど、定額減税は月3000円ぐらいなんでしょで、今回新たに負担の増えたもので言ったら、例えば子育て支援金のための医療保険増、あれ現役世代月1000円ぐらい増えるって言われてるわけです。で、さらに今回の電気料金のアップですよね。最も上昇率が高かったところで言ったら、関西電力と大阪ガスの県内の方ですけど、その方の月の上昇額ですね。二つ合わせて月3000円から4000ぐらい増えるんじゃないかって言われてるわけですよ。 もう、だからこの時点で、定額減税分完全に帳消しになったわけ。ちなみに全国平均でもたい2000円ぐらいになるかなっていう計算出てるんですよね。だから現役世代増えると言われてる分だけで、全国平均で言ったらもう月3000円ぐらい上がるわけですよ。じゃあさ、定額減税ペイですよ。でも減税は1年しかない。しかしながらこの増税分っていうのはずっと続く。これなんか意味あんのみたいな。医療保険料っていうのは現役世代の月1000円負担っていうのが平均やけど、高齢者は何もないんかったら、高齢者は介護保険料上がるんですよ。最も負担が増えるのは大阪の大阪市。 でワースト3全部大阪ってことやから大阪の与党はどこ維新ですよね維新は身を切る改革っていうのをスローガンに掲げてるけど実際身を切ってるのは誰か府民だけですよちなみにその介護保険料の負担額1位の大阪で月9000円を超えますからね 上昇率だけで言っても多分2000円弱なんで、高齢者の方、これ確か65歳以上やったと思うんですけど、介護保険料月2000円ぐらい上がって、さらに電気代は一緒ですよね。全国平均で2000円ぐらい上がるわけやから、月4000円上がるわけですよ。ほら、所得減税分なくなったでしょ当然今のこの介護保険料の負担増っていうのは大阪があまりにも多いって話やけど、平均で確か200円ぐらいやったかな上がるんで。 電気代と合わせても2200円上がるわけですか。定額減税は1回限りの月3000円やとしても、毎年増えていく介護保険料と電気代だけで2200円を持ってかれる。じゃあほとんど減税の意味ってないよねと。ただ今のは今回増えると言われてるものだけであって、ベースとして増えてるやつあるじゃないですか。代表的なところで言ったら年金がそうですよね。もうステルスで増税されてってるわけやから、それも踏まえると、所得減税なんて効果がないと言えるんですよ。ちなみに政府がよく使う金額の前かしをね、こちら側で使わせていただくなら、 今回の定額減税は4万円。月に鳴らしたら大体3300円ぐらい。1日計算すると、なんと110円。今の物価高、光熱費の高騰、エネルギーの高騰、これで生活大変だって言ってるのに、1日110円やる、1年間だけ。これでなんとかせえって言ってるのが自民党の物価高対策です。そう聞いたらやばいでしょ、マジで。1日110円ですよ。しかも金額だけでも全然やばいのに、プラス、ここで書かれてる通り、定額減税は事務負担が増えるんですよね。 だから経理が爆増するんやけど、効果は1日110円。で、それがさ、国民は分かってるわけ。だから75、75%が定額減税に効果があると思わないと回答してるわけですよ。しかし、給付じゃなくて減税にこだわった。その理由はやっぱり増税メガネって言われてムカついたからっていうのと、冒頭でもお話しさせてもらった、財務省による減税って効果がないよねっていうさ、このプロパガンダ。これじゃないのかなっていう話が出てると。で、まあ、その定額減税の話っていうのはちょっと出たんですが、続き。 ところが木原氏は番組内で国民の皆様の懐をまずは豊かにしていくことが非常に重要だと前のめり、共演した橋本さんから税の上げ下げの調整に踏み出せないのかと問われこう答えた。どうしても難しいなと思うことは、例えば消費税で言えば、減税すると価格表を変えなければいけない。効果が出るまでかなりのタイムラグが生じてしまう。 どこまで臨機応変に対応できるのか、若干実務的に難しい面があるかなと。まあ、というわけで、まあ、この通り、木原さん番組内で消費減税をすれば、価格表、つまり値札付け替えなあかんから、時間かかるからできない。できないっていうか難しいって言ってるんですよね。でもこんなもんさっきも言ったけど、いやいや、あんたら増税の時はそそのようなこと一切無視やんけ。っていうかさ、今物価高でさ、値上げしてんねんから価格表は変えてるわけやん。じゃあ政府の連中にそんな心配されるまでもないんやけど、もう実際やってるからみたいな。 でもこれ逆に言うなら、この自民党の連中が消費減税をしない理由は二つで、一つ目は値札の付け替えが大変だということ。二つ目は効果が出るまで時間がかかるんじゃないかということ。この二つが払拭されれば絶対できるってことですよね。で、値札の付け替えに関しては先で言った通り、いや物価高ですでに毎日のように変わったりしてるから、お前らに心配される必要はない。逆にさ、増税の時は、そういう手間一切無視で問答無用やんけ。まあだから理由にならないですよね。でも木原さんは最後で言ってる通り、消費減税のことに関してだけ言えば、 若干実務的に難しい面があるからって言ってるわけですよ。変な話、この値札の付け替えも含めて、ちょっと事務作業が大変じゃねえのっていうさ、謎の心配をしてるわけですけど、お前らが今絶対に言ったらあかんことじゃないですか、これ。それがまさにこれですよ。岸田首相またぐさ所得減税明記義務化6.1改正号令に間に合うはずがないと反発拡大ということで、6月1日から定額減税やりますって言うけど、始まる10日前にいきなり、今回の定額減税、給与明細に記載するのを義務化するって決めたんですよね。 あれ、木原さんも含めて自民党の連中って消費税を減税すると値札の付け替え大変だっていう風にさ、すごい現場の仕事気にするけど、ちょっと副税減税の明記義務化をさ、10日前に発表するやつに言われる筋じゃないやろ。なんで消費減税の値札の付け替えそこまで気にするのにさ、所得減税の明細の義務化は10日前に言うねん。言ってることおかしいですよね。これ一応さ、明細にかけっていうのは昔から言ってるって話やねんけど、じゃあ別に義務化する必要なくない任意でええやん。だから誰も望んでないことは事務負担お構いなしで言ってくんのに、 国民の望んでることは、現場が大変だろうって勝手に解釈して、火伸ばす。腐ってんなこいつらって思うんですけどね。で、政府の連中が何が何でも消費税減税をしない理由の一つが、値札の付け替えが大変っていうこと。で、もう一つが、効果が出るまでかなりのタイムライグが生じてしまうってことですけど、まあ、他の記事でもそういう話出てるてところで、岸田首相、消費税減税総応の準備必要って言ってるわけですよで。政府や自民党が消費税減税に消極的な理由の一つに、時間がかかることを挙げていると。いうことで、消費税減税は時間がか,かるんですって。 何に返してかかんのか。税率の変更にあたっての値札の張り替えやシステム回収など相応の準備が必要。まあ、海外はね、消費税減税した国もあるんですが、それとは事情が大きく異なってるんですっていうふうに言ってるわけ。どうでしょうこれ岸田さんが言ったんですよ。でもさっきお話しさせてもらった通り、値札の付け替えはさ、この物価高でしょっちゅうやってるところも多い。で、さらにこのシステム回収など相応の準備が必要って言うけど、10日前に事務負担経理作業とか一切お構いなしに給与明細の記載義務化せえって言ったや。何のために減税を実感してもらうため。 100歩譲って減税額が大きくなりますとか言ったらさ、言ってることはわかるよ。でもそうじゃなくて、ただただ減税されてますよっていうのをさ、確認してもらうためだけに、ここで言うところのシステム回収させるわけですよね。じゃあ消費税減税の時はさ、そんな無駄な気を使うのに、クソしょうもない岸田のエゴに関しては、そこの気遣いできひんねやろ。逆に言ったら、今回さ、明記を義務化するんだったら、消費税減税時間がかかるって絶対言うなよ。だからもう自分たちの都合の栄養に言いすぎじゃない、こいつらマジで。 これは先日ね、あの、定額減税の解説させてもらった動画でも言ったんですけど、今回の定額減税って、所得税3万円、住民税1万円の減税ですよね。所得税っていうのは、まあ、国税ですよ。でも、住民税って、まあ、地方税なんですよね。要は自治体の財源なわけです。だから、管轄がちょっと違うわけですよ。で、ここでおかしいなと思うところがあって、それがまさに、この物価高対策のトリガー条項なんですよ。 トリガー条項ってもうガソリンの暫定税率をなしにするってやつですね。で、そのためには条件があるんですけど、その条件は今満たしてるわけ。じゃあやれよっていう話なんですけど、政府の連中約束破って何癖つけてやらないわけです。で、その何癖が何なのかっつったら、自治体財源が減るからって言うんですよ。いやいや、住民税1万円減らしてるやん、お前ら。じゃあなんでさ、トリガー条項は自治体財源が減るからダメっていうのに、定額減税に住民税を入れることで自治体財源が減ることは何も思わへんの言ってることおかしいと思いません 僕は思うんですけど。でちなみにですね海外の消費税の減税にはどれぐらい時間かかってるのかっていう話だったんですけどイギリスが7日ドイツ28日アイルランド23日マーレーシア16日というデータがありますよとだから値、ね、札付け替えのに時間かかる減税まで半年1年こういうことを言うボンクラ議員は引退すべきやる気がないだけださっさとやってくださいよというふうに首相に苦言を呈したというところで。 まあこの時答弁に立ってたのが、れいわ新選組、山本太郎さんってことだったんですが、このね、れいわ新選組っていうのは消費税廃止を掲げてますから、本当にこの経済問題に対してはめちゃくちゃ強いなっていうふうに思うんですけど、だからこの時でですらさ、岸田さんの言ってることを日本の政府にやる気がないだけだって、本当まさにその通りだったんですけど、時間がかかるっていうことを理由にして言ってんだったら、今回の定額減税の記載の義務化はおかしいやんっていうふうに僕は思うんで、岸田さん自分で言ってることもよく分かってんのかなみたいな。 もう本当に社会とか経理とかを一切知らない。簡単にできるものやと思ってるからこんなことをさ、ポロって言ったりするんやろな、みたいな。逆に簡単にできることは時間がかかるというのを理由でやらない。やる気がないんだっていうのが明らかになったなっていうところで、えー、今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。